コーヒータイム。今日はね、ワークスブレンドです。ワークスブレンドね、ちょうどの焙煎がいい感じなんですよね。すごく美味しい。うん、香りもいい。今ね、まあ世の中を、まあ、エルデンリングがね騒がしてますけど、まあフロムソフトウェアの、まあ、死人ゲーですよね。オープンワールド系、まあオープンはちゃんとしたって言い方があれなのか分かんないですけど、完全なオープンワールドではないらしい。僕やってないんでね、ちょっと分かんないですけど、完全なオープンワールドではないらしいんですけど、かなりね、オープンワールドに近い死にゲーっていうことで、かなりみんなハマってやってるっていう話ですね。なんかすごい、まあ見ててね、みんなツイッターとか SNS にね、死んでく様ばっか上げてて、なかなか面白いんですけど、ただね、僕はね、今日の夜ね、グランツーリスモ7がね、発売になるんですよ。で、それをね、楽しみにしてて、エルデンリングやってなかったんですよね。まあ、死にゲーそこまで好きじゃなくて、死にゲーっていうかね、なんていうの、ソウルシリーズ系のやつとかね、そんなに好きじゃなかったんで、まあ楽しいとは思うんですけど、まあ途中で飽きちゃうっていうか、なんかそういう、まあ、オープンワールド系のゲームはすごい好きなので、そういう意味では、すごいね、気になってはいるんですけど、まあ結構今までやってた死人ゲーはね、途中で飽きちゃったりとかしてたんで、それがね、ネックっていうか、あれで買わなかったんですけど、まあ、とりあえず今日からね、今日の夜からグランツーリスモちょっと入れ終わっちゃった。はい、コーヒー入れ終わりました。グランツーリスモね、もうね、ソフト自体は買って、で、ダウンロードも済みなので、あとはね、時間が来たらプレイをするのみっていう状態までいってるんで、いや、楽しみですね。まあレースゲームの、まあその何ですか、前ちょっと前にやってたフォルツァとかね、フォルツァホライゾンとか、まあホライゾンに関してはレースゲームかって言われるとドライビングゲームっていう、ちょっとね、同じ車でもカテゴリーが違うような感じなんですけど、もう GT、 まあグランツーリスモは、まあレースゲームの、まあ、最高峰って言っても過言ではないとは思うんで、それのね、新作が発売されるっていうことなので、いや、楽しみですね。またね、知り合いと一緒に総合会とかやりたいなと、今考えてるところですね。はい。ということで、コーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん。美味しい。ちょっとね、今日木曜日なんですけど、明日ね、会社の、まあ、有給推奨日っていう風に言われてて、みんな有給取ったらいいじゃんみたいな日なんですよ。で、まあ最初はね、取るつもりなかったんですけど、健康診断の結果でね、二次検査行かなきゃなくて、まあ明日病院の日っていう感じでね、ちょっと会社お休みしていろいろ回ってこようかなと思います。2箇所行かなきゃなんないのはね、ちょっとめんどくさいんですよね。朝一で眼科行って、で、昼過ぎに違うところ1個行ってみたいな感じで行こうかなと思ってます。ついでにね、首のマッサージとか受けられたら受けていきたいなというふうには思ってますけど、まあ、それは時間があったらっていう感じで。はい、ジェイコモです。今日はね、じゃん、これエレコムのセミオープンタイプのイヤホン、これ有線タイプのやつをね、ちょっと買ってみました。なんでこんなの買ったかっていうと、これ。オキラス。あ、オキラスじゃない。クエスト2ね。メタクエスト2。これでね、この間ライブに参加した時に、音声がね、まあ外にダダ漏れになっちゃうっていうのと、それと、そのまんまのスピーカー。まあ横のね、しょぼいスピーカーから、まあここにね、ついてるんですけど、両サイドについてるんですけど、ここに。なんですけど、そのね、しょぼいスピーカーから音が出てて、まあ別にゲームやる分には大したことないんですけど、
まあそんなに音良くないんですよね。でそれがね、あのライブとか音楽を聴いたりとかするにはちょっとね微妙だなっていうところ、もうちょい改善したい、あと外に音漏れしないようにしたいっていうのを、というのがあって、で前にちょっと話したと思うんですけど、これねリンクバッツちょっとつないでみたんだけど、リンクバッツだとね遅延が多すぎちゃって使えなかったんですよ。本当にね、唇とね音声が、口の動きとね音声がもう結構ずれちゃってて、それが気持ち悪くなっちゃって、で微妙だなっていう感じだったんですけど、だったんでちょっと有線は厳しいかなっていうところ、有線じゃないわ、ちょっとね無線は厳しいなっていうところがあったので、このねこれにこの有線タイプ、これをね買ってみました。でもう実際にはねもうこうくっつけてて、こんな感じでねくっつけてるんですけど、まあ見た目はね結構ねかっこいいんですよ。こんな感じで、こんなでかっこいいんですけど、でねなんか微妙にここが開いてて、ここがね微妙に開いててセミオープンみたいな感じらしいんですよ。で結構クリアな音がするっていう感じだったんですけど、で実際ねこれつけて聞いてみたんですよ。したらねまあ音は軽いなっていうそういう感じでしたね。まあそこまで音質は良くないなっていう感じでした。うん、まあそれはね、まあそこまで期待しなかったんですけど、まあ、それでもねオキラスの音、そのオキラスじゃないクエスト2のねスピーカーそのまんまよりは全然音がクリアには聞こえるので、あとやっぱりね音量を大きくしたりとかしても全然耐えられるっていうところが強いなっていう感じなんですよね。クエスト2だと音量、まあ、聞こえづらいってなった時に音量をでかくするとやっぱり音漏れ、外の周りにね音が聞こえるのが結構ひどくなるので、なかなかね、まあ一緒にね生活している人が行ったりとかすると迷惑になっちゃうかなっていう感じなんですよ。なんですけど、まあやっぱりイヤホンつけるとねそういうところが気にしなくていいんでね、自分の好きな音量で聞けるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思いましたね。まあ当たり前のことしか言ってないんですけどね。でなんでこんなかったかっていうと、僕有線のやつ一個も持ってなくて、もう全部ね無線化してたんですよケーブル大嫌いなんで、ごちゃごちゃしちゃうからごちゃごちゃしたりとか、あと僕ガサツなんでね結構物に引っ掛けちゃう、椅子とかのなんていうの、この手すりっていうか、そのアームレストとかにケーブル引っ掛けることがあって、でそのイヤホン系はねもう本当に頻繁に引っ掛けて断線したりとかするの結構あったんですよ。なのでそれが嫌で全部無線化したんですけどね。でもそれの弊害で家にね有線ヘッドホンっていうのが、まあ奥さんは奥さんで持ってるんですけど、僕のね有線ヘッドホンっていうのがもう一個もなくなっててそれが原因です。それが原因でねこんなの買ってみました。いくらぐらいで2000円とかそんぐらいなもんだったんですけど、だと思うんですけど、うん、なんかねこれ良かったのがこれね巻き取り、まあクエスト2なんでここのヘッドセットの近くにしか、てかここにやってもう耳がすぐここなんでね、ケーブル自体はそんなに長くない方がいいなっていう感じだったんですけど、それをねまとめることができたのは結構良かったなって感じですね。本当はまとめない方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、使いやすいのかもしれないですけど、まあ今のところこれまとめられるようにしてできてすごく良かったなと思います。でねライブ自体、前にねまあこれをこういうふうに思ったきっかけっていうのが、キズナアイちゃんのヘローワールド2022のライブに参加して、ホライゾンベニューっていうねアプリから参加して、でそれがきっかけだったんですけど、なんかね、まあ、これ買ってから試しにこれつけて音質どうかなみたいな感じで YouTube とか見ようと思ったんですよ。で YouTube 見て、まあ実際に YouTube 見て音楽聴いたりとかして、まあまあまあ満足いくものだなみたいな感じ、超高級イヤホンとかではないけど、まあ、簡易的に、ね、使う分にはその遊んだりとか、まあ、そういうようなのに、もっとガチでやりたいんだったらもっと高いやつ買うかもしれないですけど、まあそういう風にして遊ぶんだったら全然悪くはないなっていう感じだったんですよ。
で、それで見てたら、その、ホライゾンベニューって今、ホライゾンベニュー2なんだけどね。ほんと、ちょっと僕はもうなんか、ベニューっていうので慣れちゃったから、もう言い間違っちゃってずっと言っちゃってるんだけど、ホライゾンベニュー2で、よかった、ああ、まあ、つなげて見てみたんですよ。で、そしたら、まあ、意外とっていうか、普通に他にもイベントを開催してて、で、スクロールしてね、イベント開催中のやつをスクロールしてたら、したらね、ハローワールド2022のやつがね、普通にっていうか、なんか、まあ、もともと配信するみたいな話もしてたんですけど、普通に入れてね、もちろん参加してるの僕だけだったんですけど、普通に見られたりとかして、なんか、しかも、ライブの途中からだったんで、ずっとあのライブって、なんか終わったら、もう一回流すみたいなことやり続けてるんですかね、ホライゾンベニューズの中で。なんか、ロビーみたいなところ、メインロビーみたいなところにはなかったんですけど、そのイベントから参加するっていうふうにすると、普通に参加できたので、なんかね、もし、そのホライゾンベニューズっていうのがその気になる人がいたら、その絆アイファンとかとね集って一緒にね、ライブ見てみるんじゃといいんじゃないかなと思いますね。なんかね、3月1日の5時からオープンみたいな感じになってて、でそれがずっと続いてるみたいなんですよね。うん、入ったらね、もう途中のちょうどねサブスクで後ろにね、アイコンみたいなのが出るみたいなのを説明してるところで、へえみたいな、途中からやってんだみたいな、どうせだったら最初から見たかったみたいな、ただ最初から見たいけど、最初のなんか YouTuber とかが、なんか他のね YouTuber がお疲れ様でしたみたいな動画から始まると相当たるいなみたいなそういうふうに思ってたんですけど、うん、そんなことはなく途中から始まってましたね。まあでもやっぱね、すごいホライゾンベニューズって良かったんで、またねライブがあったら参加したいですね。うん、あとロビーに行ったらね、なんか外人がすごい発狂して騒いでましたねなんか集まって、まあそんな感じで、やっぱりなんだろう、日本人よりもその海外の方の方がそういう風なね、バーチャルのやつって進んでたりとか、あとそういう場面でね集まってやろうぜみたいな感じがねすごくあるんじゃないかなっていう、そういう感じがしましたね。 VR チャットとか行けば日本人も多いのかもしれないですけどね。はい、そんな感じでした。ちょっと面白そうなんで、これ使ってね VR チャットとか音を気兼ねなくねできるやつに参加してみようかなっていう、そんな感じもしてます。はい、っていう感じで、バイ。